良識って何？良識を持つといい？精神科医カバーサーショーのカバチャンネル、今日は質問いただきました。にゃん太郎さん、21歳女性、統合失調症に罹患して3年が経ちます。未だに病識がなくて困っています。というのも、症状である幻覚や妄想は自分にとって現実であり病気であるとは考えがたいからです。自分の病気のことは理解していますが、病院に通院している自分が嫌になる時があります。どうしたら病気を受け入れ前向きに考えられるようになりますか。今のにゃん太郎さんですけども、病識ありますね。もうすでにどう見てもね、どう見ても病識あります。病識がないっていうのは、私は病気ではありませんっていうのが病識がない状態です。なので、私統合失調症なんですけど病識がないんですっていうことはありえないんですね。私は統合失調症なんかじゃありませんっていうのが病識がない状態です。病識がないとどうなるかというと、私は病気ではありません、なので病院に行く必要はありません、私は病気になんか通いません、私は病気じゃないので薬を飲む必要もありません、だって病気じゃないんだから、だから先生薬出しましたけど私飲みません、私病気じゃないんで、っていうのが病識がない患者さんが言うことなんですね。なので、今では本当に病識がない患者さんの言動はそのようになります。私は病気じゃありませんので、病院に来る必要もないので来週から来ませんっていうのが病識がない患者さんで、この患者さんの場合も幻覚や妄想というものが病気の症状であるということが理解できないっていう部分において、そういう病識がないということが言えるとは思うんですけども、本当の病識がない患者さんというのはさっき言ったような感じになりますので、そこまでひどくないですよってことをまず言いたいのね。統合失調症において、その幻覚とか妄想っていうのはどのように体験されるかというと、幻覚って幻に感覚の覚っていう字を書きますけど、幻覚というのは幻覚という言葉を使ってるんだけど、本人にとっては実在の人間の声と全く同じ、ありありとした現実の生々しい本物の声として聞こえます。なので、それって幻覚ですよって先生が言うと、幻覚じゃありません、本当に聞こえるんですっていうふうにおっしゃいます。とはいえ、声の主はそこにはいないし、どっから聞こえてるのかもよくわからない生々しい声なんだけど、それをずっと何ヶ月か何年もやってると、あれおかしいな、これ本当の誰かが言ってる声じゃないんじゃねえのっていうことに気づき始めます。それが病識ですね。その幻覚に対する病識ですね。ただ、そういうふうに客観的に見られるようになると、すごく病気が治ってきているってことになります。なので、病識っていうのもいろんなレベルと程度があるし、ある程度病識が出て自分の病状というものを客観的に見るためには時間というものが必要になってきますね。ですから、統合失調症の患者さんでなんか変な声が聞こえて自分の悪口を言ってるんですけど、それっていうのはおそらく幻の声なので幻覚だと思いますっていうことをいきなり言う人は絶対いないんですね。私は見たことがね、それ何ヶ月とか半年とか1年とか場合によっては3年とか5年かかって、いやこれって本当の声じゃなくて病気の症状なのかもしれませんねってことを3年とか5年かかってようやく言う方の方が多いですかね。なので、この方の場合21歳っていう形なので、多分病院に通い始めてもまだ数年とか下手すると半年かも知れませんけども、比較的短いと思うんですよ。その状態において、こういう風に幻覚というものがちょっとなかなか納得がいきませんっていう風に言ってること自体が、かなり病識が出てきてるんですね。実はね、病識が出てきてるってことは、自分の病状というものを客観的に見ることができるようになってきているっていうことなので、病気が治ってきている方向にだいぶ進んでますよってことなので、そんなに悲観することではなく安心していっていいということです。病識が出るには時間というものが必ずかかってまいります。3ヶ月、半年、1年、あれだったら3年、5年かかるという場合もあるので、あまり慌てなくていいです。そういうものを客観的に認識したいという方は、日記というものを、療養日記ですね、メンタル疾患で通院しているような方全員に私は患者さんにお勧めしているんですけども、日々の今日あった出来事とか、今日調子が悪かったところとか、今日調子が良かったところとかを、あるいは何時間寝たとか、ご飯ちゃんと食べれたかとか、そういったことを日記に書くようにお勧めしています。そうすることによって、どういう風にすると調子が悪いか、あるいはどういうものが聞こえてきたのか、どういう体験があるのか、そういったことが記録に残るんですね。後から見返していくと、おかしいねこれどう見てもって分かるんですよ。ノートに書かれていたものを、例えば1ヶ月後か3ヶ月後かに自分の書いたものを見返すと、これって人の声じゃないよねっておそらく気づくと思うんですね。だから、日記に書いて一旦手放して客観的に後で見てみると、自分の症状というものがものすごくよく分かります。これは統合失調症に限らず、うつ病の人も、特にパニック障害の人とか不安障害の人はいいですね。どうしてパニック障害になるのか、どういう状態で不安になるのかっていうのが日記をつけたりするとよく分かるので、ということで、自分の症状を記録にする療養日記というものをメンタルで治療中の方は必ずつけた方がいいと思います。そうすることによって病気の治りっていうのが早くなりますので、ぜひそういう日記というものを使って客観視する練習っていうのをしていってほしいなと思います。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。